号泣の日か。号泣の日か。なんでやねん。もう見て、この素晴らしい。こちらママとひろえもんとひろちゃんで頑張ってキラキラにいたしましたね。ね、ちょっとあのお誕生日っぽくね、ディスプレイもやっていい感じにセッティングができたんで、じゃあちょっと姫ちゃん、はい、本日のメインディッシュをね29歳アラサーになるおじいちゃん呼んできてくれる。よかった。アラサーになるおじいちゃん。ちなみに言わせて、メロチ、このお誕生日会するために1ヶ月間をすごく費やした、うん、もう1ヶ月費やした本日は超力作のお誕生日会でございます。こんにちは。はい、本日のメインディッシュでございます。29歳アラチャーになる。いや、俺あのまだ20代1年間猶予がある。まだアラサーとは言わせない。すげえなこれ。うん、頑張ってセッティングしたもんね。うん、頑張った。なあ、1枚1枚貼ったの、1本1本、うん、やったわけいやメロチがさ作るお誕生日会って毎回すごい手込んでるよね。いやすごいね誰も言ってくれないから自分で言いました。これはすごいわじゃあ早速ね、ブーちゃんのお誕生日会を始めていこうと思います。じゃあまずはお誕生日といえばケーキ。今回のケーキは、はい、メロチフルオーダーいたします。マジ。まずはおもちゃんも一緒にお誕生日お祝いしたいんで、じゃじゃーん、アトリエミニオンザサトコさんのおもちゃん用のケーキでございます。私さ、この前ケーキ、すごい、何あれ。そして今年ブーちゃんのためにフルオーダーいたしました。じゃじゃじゃーん、こちらマーリンハウスさんのケーキでございます。ブーちゃんのイメージカラーイエローで作っていただきました。多分思ってる3倍の値段ですはい、じゃあおもちゃんはじゃあそっちで、はい、食しな食しな食しな、はい、お、いいねー、おー、いいねー、おもちゃん、すっごい、おもちゃすっごいこと食べてるけど。じゃあ、せーの、ハッピーバースデートゥーユー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 。お、お、おめでとう。ありがとうございます。あらさー、マジ。いただきます。すごいよね、このキラキラの部分。なにそれ、寒天、寒天なの、ジュエリーかな。ジュエリー感があってすごい可愛くない？可愛い、透明感のあるこれ、ね、どうやってやろう、この金箔のとこ。うん、俺に金をよこせ。いただきます。どうこのケーキめっちゃうまいんだけど。本当？歴代のさ、うん、ケーキあるじゃん、うん、誕生日、うん、結構ダントツのうまいから。本当？イエーイ。そう、これね、あの、うん、中がね、チョコになってる。めっちゃ美味しそう。めっちゃうまいこれ。めっちゃうまい。チョコケーキ食えるっけ？いやーでも苦手ね、チョコ。うま。食えないことはないんで。めちゃくちゃうまい。うまい？うますぎこれ。よかった。気に入ってもらえて。はい、これいくら？ちなみにいくらだと思って食べてんのそれ。金箔入ってるし。1万8000円。綺麗に食えよ。俺らが今食っただけ。1000円分ぐらい食ってる。めっちゃ高級じゃんこれ。ベルギー産のチョコでも使っとんの。なんだからさ、すごいさ、おいしいおもちゃん。おもちゃん、よかったね。俺らのさ、みんなさ、うん、ケーキあんま食べない人じゃん。うん、ケーキなんだよ、これ1万8000円するんだよ。これはこれいくら？それは8000円ぐらいかな。8000円？8000円？待って、あのさ、サイズ感に言ったらこっちの方がめっちゃ高いよ。ごめん、8900円だ。9000円？1000円の高い。2倍ってわけじゃないもん、絶対。もっとあるもん。中はこれ、ささみとかなんだよ。あ、で、ご飯だね。おもちゃん今日これご飯でおもちゃんのね。で、じゃがいもとかで作ってあるみたいよ。それにしてもこれ結構ヘビ級だね。これ残さない、給食するんだから。は
い、じゃあ、はい、エールさんとかブーちゃんのママとかからね、はい、プレゼントが届いてるのでぜひ開封していただきたいなと思うので、うん、ちょっと待ってね、持ってくるね。じゃあまずはアダッチーからでございます。アダッチさん、ありがとうございました。ございました。確かにね、アマゾンギフトカード、ありがとうございます。アダチさん、続きまして、こちらはエールさんからでございます。エールさん、ありがとうございます。なんかショッパーが入ってます。ショッパー、もしかして白ってお、サボン、オードパルファン、これ確かね、めっちゃいい匂いだった。わーお、風呂上がりの人の匂いがする。ハンド美容液。あー、僕手カサカサなんでね。顔に塗っときなよ。これめっちゃいい匂いだよ、これマジで。ありがとうございます。はい、ピロピロ、続きまして、ピロ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 エモンからでございます。大きすぎて謝る。重そうや。ありがとうございます。何がいいかわからない、白エモンから。ありがとうございます。好きなもん買って、あ、ありがとうございます。かわいい甘ギフちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。最後はブーちゃんのママからです。マイマミー。マミー何してんのこれ。マミーなんかラスク入ってるよ。ホワイトチョコレートラスクだ。マミーシータと間違えてない？これどうする、これアイシャドウとでいい。え、かわいい。なにそのギフトボックス。かわいい。なにこれ、なにこれ。リップじゃね。リップバーム。あ、リップクリームだ。リップバームだ。ありがとう。唇カサカサになるからね。足にも塗って。ママ、かかった。口や口。これね、あのお手紙が入ってるわ。妹たちから。これはあのじっくりね、読みたいと思います、ね。ありがとうございます。ということで、今年のメロスからのお誕生日プレゼントなんですが、ブーちゃんが今年29歳になったということで。順番に開封してて、ごめん、いきます。ごめん。29個ってやばくね。多いね。29歳でよかったわ。何これ作ったの？違うよ。オーダーしました。かわいい。見た目これ。じゃん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 。何？かわいい。フォトキーホルダー。これなんか写真入れるの？写真入れれるかな。かわいいブリブリ。3個目。これは尺取れるな。なんかしんちゃん付きのトミカ。はい、ブリブリ号。4個目こちら。え、かわいいブリブリ待ちぼうけ。車で飾ろうかな。あ、5はちょっと待ってね、フィレ持ってきて。はい、5ないの、この中に。ここにはない。いやいや、これ 5? 5番目です。あきら、こういう6個目これね。6個目ブリ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 メモ帳。6個目、7個目7個目あー、かわいいブリブリちゃん。かわいい靴下。9個目。9個目。ここで来ました、シャネルが。なんだこれ。これね、シャネルらしい。シャネルが出してるブリブリ財布の靴下。これは、あの、騙された。10個目。なんか開いてる。来たこれ、プレイステーションカード。最高。2個目。かわいいブリブリ。ブリブリ多いな。12個目。はい。ブリブリ。かわいい。はい、13個目。あ、でかいでかい。はい、ブリブリ。イェーイ。あ、なんか硬いぞ。これはブリブリじゃねえな。エルメス。これめっちゃ嬉しい。ウォッチベルト。エルメスウォッチベルト。これ高いね。これね、いや、皆さん、アップローチこれあるじゃん。このノーマルのやつでも1万ぐらいするの、このラバーベルトって。これめっちゃ高いよ、エルメス多分。うわーやば、これ本物だ。ちょっとさっきのシャネルが、シャネルも本物だよ。15万。めっちゃ可愛い、なにこれ。全部集めよう。これこのまま壁に貼っとこう。16個目。あ、これ欲しかったね。これ、かわいい。16個目。充電器ね。17個目。わー、あ、
ブリブリだ。これなんかちょっとでかいな。車に乗っけとこうかな。17個目です。絶対ブリブリじゃん。触ったらわかる、これブリブリ感。はい、18個目来ました、ブリブリ。何これ、これのちっちゃいやつやん。絶対ブリブリ。かわいいブリブリ。これ絶対ブリブリ。20個目ブリブリや。これめっちゃかわいいね。20個目絶対ブリブリじゃん。これ T シャツ、 T シャツ第2弾じゃん。あ、違う。え、なんかブリブリ。新しい化粧コーヒー筆箱か。お、22個目来た、22個目。あ、絶対ブリブリ。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。ティッシュケースだ、かわいい。ブリブリ。23個目ブリブリや。貯金箱や。ブリブリの24個目マグカップです。何がベイビーかも。これもなんかブリブリなんか感じがするんだよな。ほら、あれ違う。溶けてくれなかったの。あ、待って、でもこれさっきの俺シャネルのあのあれがある。これ多分このヴィトンのっかるでしょ。このヴィトンのこのリボンの結び方俺知ってんの。ヴィトン好きだから。これは絶対中身ヴィトンだわ。この結び方は多分ね、真似できない。うっ、丸疑ったね。なんかちっちゃいブリブリ出てる。あ、かわいい。ピアスだ、ピアス。ブリブリのブリブリ違う。これは本物だった。本物だった。ブリヴィトン、見て、かわいくない、かわいい。あ、ブリブリや。もうこのなんか何、ブリブリのまた T シャツかパーカーかじゃない。違ったわ。これあの僕の好きなね、あの洋服ブランドですね、スターリアンっていうとこの、これパーカーがね、かわいい。よく着てるでしょこれ。あー、赤ちゃんね、赤ちゃんのやつ、かわいい。この辺からなんか本気出してきてね。25個目からなんか本気出てきて、うん、スターリアンですね、かわいい。これな、これな、かわいい。28個目、どうぞ。これ来てシャネル。待って、これは怪しいな。シャネルはちょっと怪しいな。ちょっとごめん。マコさん、マジ、しかもさ、この時点でさ、スターリアン書いたんだよ。いや、うまくね。かわいい。スターリアン、あのさっきのベイビーちゃんのやつですね。これかわいいね。じゃあ次ラストじゃね。ラスト。え、これ最後の締めブリブリとかある？ありえるんじゃん、可能性的に。そう、箱は？中はビトン。果たしてその中はビトンなのか。あ、でもこの結び方はビトンだわ。もうね、ビトンってね、こう斜めにやるの、リボンちゃんと。あとこのね、結び方とかね、ちゃんとロゴが全部まっすぐになるようにしてる、ビトンってね。最後にブリブリ映したやろ。ああ。ネックレス。かわいい。終わり。はい、じゃあそんな感じで29個のプレゼントいかがでしたでしょうか。いや、なんかあのなんかちゃんとこのセンスを掴んでるね。どう、このワクワク感を。たまんない。え、でもなんかブリブリ連続した時に次も、あ、触ってブリブリだなって思った。でもなんかこのやっぱ29個もあるから、うん、楽しいね。何が出るかなって感じが楽しい。シャネルは1個もなかったけど。じゃあここに来て姫ちゃんがお手紙をね、はい、書いたんで。俺にお手紙くれるの？読んでください。聞いてあげてください。いつもありがとう。朝早く起きで夜遅くまでお仕事頑張ってるね。他にも姫の習い事の送り物。そんな見てくん。いやいや、なんてさ、手紙読んでる人見るでしょ。ダメなの。姫の習い事の送り迎えしてくれたり、いろんなところに連れて行ってくれたり、いろいろなものを買ってくれてありがとう。優しい。なんか聞こえたよ。おい、大事な場面だぞ。今一番いいとこ。KY だろ今の。今、アキラの涙が出るかもしれなかったのに。今の家で全部持ってかれたぞ。優しくて料理が上手で可愛いと
姫の大人になったらママみたいなママいないけど、ママこれじゃない。ええー、ええー。あ、そういうオチ。ママ大好き。で、おなら正解。途中までなんかめっちゃいいこと言うやんと思ったの。言うて、あれ、ママが考えたもんな。結局そういうオチだった。イエーイ。ほー、なるほどね。どう全部取ろうかな。どう See you? お、何それ、それこそ来た。ちゃん、誕生日おめでとう。これからもお仕事頑張ってね。またいろんなとこ遊びに行っていっぱいお出かけするようね。それ俺に盛り上がってしまう。それ俺に、あきちゃん、え、あ、ありがとう。はい、よし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 、はい、ちゃんと確認。ちゃんと確認。あ、俺のだ。最初の手紙のなんか内容がすごい良かったね。中からとか、姫の文才じゃねえ。言葉がいちいちまとまってたもん。すごい隣に KY がいてから崩れたけどね。あれはね、正解だった。ありがとう。